皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。あら、これは池上陽一先生の男組、じゃないの。魔理沙にしては随分とハードボイルドな漫画を読んでいるじゃない。珍しいこともあるものだわね。男組、は確かに池上陽一先生の漫画だけど、原作は、おいしんぼ、の刈谷哲先生なんだぜ。男組、と、おいしんぼ、が同じ原作者が作った漫画だとは信じられないんだぜ。確かに全く違う雰囲気だし、共通するようなところが何も見当たらないわよね。やっぱり漫画原作者として有名になるような人は、いろんなジャンルの物語を書くような才能があるってことだな。本当だわね。メガロマン、なんかも全く違うジャンルの作品だものね。メガロマン、って、あの、ウルトラマン、と、怪傑ライオン丸、を足したような特撮ヒーローのことか、あれも刈谷哲先生の原作だったのか、こいつは驚きなんだぜ。よし、じゃあ今回は、懐かしの特撮ヒーロー、メガロマン、についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。メガロマンは1979年5月から12月にかけて、毎週月曜日の夜7時からフジテレビ系列で全31話が放送された刈谷哲原作、東宝制作の特撮テレビ番組だったわね。巨大ヒーローが主人公の特撮番組としては、1975年放映終了のウルトラマンレオ以来の作品になるのよね。あんなに一世を風靡した巨大ヒーロー番組もブームが過ぎ去って、そんな空白期間があったんだな。ウルトラマンレオが終了した年は、ちょうど秘密戦隊ゴレンジャーが始まった年で、戦隊ヒーローものなどに人気が集まったんだけど、ウルトラシリーズの再放送によって第3次ウルトラブームが起こり、また巨大ヒーローが注目を集めるようになったのよね。そのタイミングで登場したのがこのメガロマンだったってわけだな。主人公の獅子堂隆は、宇宙飛行士だった父がロゼッタ星へ不時着した際に出会ったロゼッタ星人の母との間に生まれた青年なのよね。そのロゼッタ星では縦神族と黒星族が争いを繰り広げていて、やがて黒星族に征服されたロゼッタ星を逃れて母と二人で地球に逃れてくるのよね。主人公は地球人とロゼッタ星人のハーフで、お母さんは縦神族の出身ということだな。そういうことだね。主人公のタカシは炎の超人メガロマンに変身して地球侵略を企む黒星族と戦うのよね。メガロマンって歌舞伎に登場する鏡獅子の影響をかなり受けているよな。それに炎の超人ってことはファイヤーマンの影響も感じるんだぜ。主人公のタカシはメガローンの掛け声とともにメガロンブレスレットを胸の前で合わせることによって白い縦髪を背中まで伸ばした炎の超人メガロマンに変身するのよね。メガロン・ブレスレットはロゼッタ星人の母から授かった変身アイテムなんだぜ。炎の中から現れる変身スタイルも、ファイヤーマン、とよく似ているよな。変身したメガロマンは身長150メートル、体重8800トンとウルトラマンの3倍以上の大きさを誇り、サイクロンキックやタイガークラッシュなどの宇宙拳法を使って敵の黒星怪獣たちと戦うのよね。メガロマン、が放映された1979年といえば、ちょうどジャッキーチェンのカンフー映画が流行っていた頃だな。ドランクモンキー水拳が日本で公開されたのがこの年で、メガロマンの作中にも中国拳法の要素がふんだんに取り入れられているわね。メガロマンは宇宙拳法とともに日本のサイメガロンブレードと、それを変形させたメガロンブレーダーを武器にしていて、必殺技はメガロンオーラで蓄積した炎のエネルギーを縦髪から放つ超高熱火炎のメガロンファイヤーだったわね。メガロマンにはウルトラマンのようなカラータイマーはなかったのか。変身による時間制限はなかったけど、一度メガロンファイヤーを使用すると体力の回復に3分間かかるという弱点はあったわね。昭和の特撮ヒーローとカップ麺は3分間が勝負と相場が決まっているんだぜ。それにしても必殺技のメガロンファイヤーは、縦髪に火が燃え移って苦しんでいるようにしか見えないんだぜ。本当だわね。メガロマンに変身する獅子堂隆も師匠の高峰草原に仕込まれた中国拳法を使い、メガロンブレスレットの力で赤いエナジースーツを装着し、空を飛ぶこともできたのよね。獅子堂隆を演じた主演俳優さんは他の作品ではあまり見た記憶がないよな。獅子堂隆を演じた北爪雄貴さんは、大学在学中にメガロマンのオーディションに合格し主演で俳優デビュー。
その後は1980年の山口百恵の最後の主演映画、こと、や1983年の薬師丸ひろ子の主演映画、探偵物語、に出演するなど俳優として活躍する他、歌手としても活動していたけど、1990年代半ばには芸能界を引退しているようだわね。そうだったんだな。メガロマン。で歌舞伎やウルトラマンシリーズ、中国拳法の要素の他に戦隊ヒーローものの要素も盛り込んだ、まさに全部の背の特撮番組だったよな。そうだね。たかしの母、獅子堂まりはたかしの正体を知った仲間たちにもメガロンブレスレットを授け、スクラムエナジーの掛け声とともにブレスレットを通じてたかしのエネルギーを注入、エナジースーツを着用してパワーアップさせることができたのよね。うっぷ、みんな全身スーツなのにピンクだけレオタード姿なのは、男性視聴者へのファンサービスに違いないんだぜ。ピンクのレオタード型エナジースーツに身を包んだ高峰蘭はたかしの恋人で、拳法の師匠、高峰草原の娘でもあったのよね。高峰蘭を演じた杉まどかさんは、この年のミス、ユニバーシティ日本代表に選ばれ女優デビュー。その後は、ピーターパン、など数多くのミュージカルにも出演して活躍されていたわね。どうしてもランのハイレグのエナジースーツに目がいっちゃうんだぜ。エーチなグラビアに登場した杉まどかさんを見て、スクラムエナジー。と叫んだ昭和の少年もいるはずなんだぜ。わけのわかんないことを言ってんじゃないわよ。黄色いエナジースーツを装着して戦うユリ洋介を演じたのは、昭和の学園ドラマの常連としても活躍した穂積ペペさんだったわね。穂積ペペさんは子役時代のコルゲン講話の CM でも有名だけど、やっぱり、飛び出せ青春、我ら青春、の生徒役が印象に残っているんだぜ。1970年代から1980年代にかけて数多くのテレビドラマなどに出演してきた穂積ペペさんも、最近はテレビで見ることがなくなったわね。青いエナジースーツの黒川誠二は、あまりにもブルースリーそっくりで笑っちゃったんだぜ。黒川誠二を演じたジミー荒木さんはブルースリーを彷彿とさせるヌンチャク、アクションなどで番組を盛り上げていたけど、第25話で高志をかばって敵の投げたナイフを胸に受け、さらに国政族の兵士の槍も受けて死亡する形で途中降板していたわね。あう、やられた時のリアクションまでブルースリーそっくりなんだぜ。でもメンバーが最終はお前に途中降板しちゃうなんて、何か大人の事情があったんだろうな。緑のエナジースーツの真白一平は12歳の男の子、猿の動きを真似た拳法とスペースインベーダーごっこという戦法で敵と戦っていたわね。一平を演じた橋光浩二さんは、水谷豊さん主演の熱中時代、などにも子役として出演しているね。ジャッキーチェンの水拳やスペースインベーダーなど時代を感じる影響があちこちに感じられる作品なんだぜ。国政族による地球侵略作戦を察知し、息子の高志と4人のメンバーにメガロンブレスレットを授けた獅子堂まりはロゼッタ星人の盾神族で、本当の名前はローズマリーというのよね。マリを演じた高林幸子さんは1964年のデビュー以来、数々のテレビドラマなどに出演。チャーリーズエンジェル、第1シーズンではサブリナ役のケイト・ジャクソンの吹き替えも担当しているわね。そして獅子堂マリことローズマリーがロゼッタ星で産んだ、タカシの双子の弟がメガロマンの敵となるキャプテンダガーだったんだぜ。主人公タカシの双子の弟、獅子堂ヒロシは幼い頃に戦乱に巻き込まれて家族と生き別れ、国政族のスメラー総統に拾われて育てられるのよね。スメラー総統はヒロシを地球侵略作戦の司令官、キャプテンダガーとして地球に派遣するんだけど、キャプテンダガーは第11話で逆にそのスメラー総統を罠にはめて怪獣ヌンチャックへと改造してメガロマンと戦わせて死に追いやった後、スメラーから奪った黄金の仮面を自らつけてダガー総統として地球侵略作戦を続けるのよね。メガロマンは主人公が生き別れた弟と戦う悲しい物語だったんだな。キャプテンダガーは主演の北爪雄基さんの一人二役で、最終回で自身の素性を実の両親から告げられるんだけど、結局、自ら仮面怪獣ダガーとなってメガロマンと戦い、最後は元の姿に戻って母の胸に抱きかかえられたまま生き絶えるのよね。あう、双子の兄にやられて死んじゃうなんて、なんて悲しい結末なんだ。メガロマンには高志の父親、獅子堂号役に俳優の河津龍介さんが特別出演していたわね。河津龍介さんは、ザ・ガードマン、などのドラマのタ、食いしん坊、万歳、のレポーターなどでも活躍されていたけど、2022年にお亡くなりになられたとニュースになっていたんだぜ。
高志の師匠で蘭の父でもある高峰草原役にはテレビドラマの他、舞台などでも活躍した俳優の井上隆夫さんが、ダガー総統の地球侵略作戦を補佐する科学者、ベイロック役にはウルトラマンで知られるクロベッスムさんがキャスティングされていたわね。あう、正義のヒーローを演じていたクロベッスムさんが、こんな悪役を演じるなんてショックなんだぜ。でもまさかとは思うけど、このベイロックって名前は、クロベ、おもじった安直なものじゃないだろうな。ベイロックは第30話で高志の師匠、高峰草原と相打ちで果てることになるのよね。こうやって振り返ると、メガロマンは昭和に流行ったいろんな要素を取り入れた特撮番組だったんだな。主題歌は確か水木一郎兄貴が歌っていたよな。主題歌のイケイケメガロマン、エンディング曲の我が心のロゼッタ星、ともに原作の刈谷哲先生の作詞で、歌は水木一郎さんだったわね。ぜひまた再放送してほしいもんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。